い、どうもです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらですね、はい、こちらですね、メルカリの方で購入をさせていただきましたポケモンカードのまとめ売り1111円分ということで買わせていただきました。僕よくメルカリでまとめ買いしたものを開封していたりするんですけれども、割とこれが好評でして、まあね、せっかく需要があるんであれば、引き続き企画としてやっていこうというところで、メルカリで今回もまとめ買いを買わせていただきました。今回のね、内容は1111円ということで、最初ね、この表の6枚しか見えてない状態だったんですけれども、出品者さんがね、なんかそういうのを専門にやってるってより、本当に断捨離でいろいろ出していらっしゃる方だったので、まあ、本当、内容としてもわかんないですし、開けてみたら楽しそうかなと思って買わせていただいたので、今回も楽しく開けていきたいと思います。なんかね、掘り出し物とかがあればいいなと思っております。ということで、やっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、僕今、ベロの先端に口内炎がありまして、非常に喋りづらい、そしてね、皆さん声が聞き取りづらいかもしれないんですが、そこはね、ご了承いただければと思っております。すいません。ちょっとね、体調なんかも悪くなったりして、まあちょっと少しずつ元気に出てきたんで、まあ、ちょっと動画ぐらい撮ろうかなと思って、撮らせていただいてる次第なんですけどね。こんな感じ。このね、6枚だけは最初に見えてたので分かってましたと。そしてあとは何が中に入っているかということなんですけれども、まあ、順番に開けていきたいかなというふうに思います。ね、ほんと喋りづらいんですよね。てか、梱包めっちゃ丁寧で、嬉しいっすね、なんかね。綺麗にちゃんと入ってて、あ、なんか見習わなきゃなって思います。じゃあ行きましょうか。はい、チラチーノ、バッフロン、オーグル、クリムガン、オノンド、プクリン、ミルホック、お、多分ね、ハーデイア、プリン、マメパッド、ジラーミー、マシボン、キバゴ、ヨーテリー、ミネズミ、シキジカ、チュリネ、ツタージャ、カブルモ、石住まい、チョボマキ、クルミル、クルミル、タマゲタケ、タネボウ、そしてビリジオン、ジャローラ。おー、すごいな、これ。これはポケキュンのやつですか？違う？母コモリ、母コモリ、イワパレス、モロバレル、マラカッチ、アギルダー、メブキジカ、ドレディア、クルマユ、ジャノ、ベロの口内炎が痛いっつうのにこんなに喋る企画が来ると僕は思ってなかった。もっと喋らない動画最初撮ろうと思ったんですけどね、ちょっと難しくて断念した結果今これを撮っています。はい、ちょっと省エネでいきますね。いや、本当皆さん健康には気をつけてください、本当に。なんとか風邪ひかないっていうんでね、基本的にあんまり体調崩さないタイプだったんですけど。まあ、そういう時もありにけりですね、本当に。皆さん健康には大切、健康には気をつけて、行きましょう、本当に。はい、行きましょう。ガマゲロゲ。アバコーラ、ツンベア、ブルンゲル、ママンボウ、ヒヤッキー、プロトーガ、スターミン、バスラオ、ポッタイシ、バニリッチ。もうなんかこの辺のポケモンって、ほんとわかんないんですよね。ちょうど僕がポケモン自体を離れていた頃合いかなって思うので。なんかあれですね、トレーナーズとかはない感じかな。これプロモンですね。ポケモンばっかりって感じですかね。なるほど、意外とサクッと終わってしまいそうな気がする。でもね、まとめ買いって楽しいっすよね。ちょっとこれね、出す時に絶対角をねガツガツやっちゃうんで、これは切っちゃう方がいいっていうのは、僕はこのね
開封をですねやっていて知ったことですね。これは絶対ね切った方がいいです。グラードン EX ですね。ゴルーク、カバルド、アーケオス、テラキオン、テラキオン、キランキランテラキオンですね。お、ルシラムだ。お、ビクティニですね。バオップ、ギギギアル、オノノクス、コバルオン、シュバルゴ、ギギアル、アイアンとギアルと。はい、ということで開封終了いたしました。今回はこんだけのねカードが当たったわけなんですけれども、まあトレーナーズとかはね入ってなかったですね。ポケモンのカードばっかりでしたけれども、メルカリのまとめ売りを買わせていただきました。まあね、昔のカード、持ってないカード、見たことないカードもいっぱいですし、まあ、楽しくね、開けられたんじゃないのかなっていうふうには思っております。早いところで、口内炎直して、もっとちゃんと喋れるようにしていきたいと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価で応援いただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。